では大砲を撃っていきましょう。まあ、まずはこれをね 1,2,3,4,5 でいけるので、魔法とはおそらく同じぐらいだと。ヌン、あ、オッケー、うえー、パチパチパチと。あ、ダメージは一定じゃないんだ。へえ、80ですよねかと思ってたんですが、なるほど、そういう感じでもあると。これ生身のやつに撃たれたらどうなるかちょっと怖いので、1,2,3,4,5 ちょっとこれはなかなかですね。 OK で、半行人とバードマン、ここね多分モンスターだと取れないので、このまま占領しちゃいましょう。ちょっとレベル2がね不安ですけど、なんとか耐えたい耐えたい。もういっちゃいましょう。よし、 OK で、風の戦士がもう後ろからもう出張っていくと。オッケーオッケー、いいよいいよ。あ、これ人数乗ってるとダメージ上がるとかあんのかな。で、ここら辺から攻撃をすると。これ素晴らしいじゃない。魔法使いはとりあえずここ乗っけて、まあ町、バンガロー的な町だと思うんですよね。半魚人スーッと、色味がいい、移動している時の色味が。で、右側ここの魔法人、ここ、まあ、下ですよね。下が結構手薄なので、こっちからなんか行けたらなとはちょっと思う。前回、まあ、前回までで少し言ったけど、それもちょっと考えたいかなと思ってます。魔法使い移動力、しゃあないしゃあない、頑張ってこ頑張ってこ。風の戦士が行っちゃおう、出張っちまえば大丈夫だと。いやー、これ渋滞だな、渋滞しちゃう、しゃあないしゃあない。なんだったら一旦船戻ってもいいぐらいだよな。あの砲撃そこ置いとけばいいでしょうって、さっき動かした船戻ってきてもいいぐらい。バードマン、まあバードマンはどこでもとりあえず行けそうなので、まあとりあえずここにシャッてシャッて1マスだけ。射程には入りたくないのよね。あ、でも入っていいのかな。王子が、王子1人、まあ上と下からだよなやっぱり。で、まあこれはこうでいいと思うのよね。で、いらないユニットとかってなんかいます？これユニットは水か、強い。あ、強い。いらないユニットいないのよ。基本いないね、今のところは。あ、まあまあでもレベル上がるしみたいな。まあ、とりあえずこれですかね。で、まだ動かしてないのがこれいるねっていう。半魚人下からもう行きますか。魔法使いは今出してもって感じで出してないっすよね。奥の魔法人をやっぱ占領した時に
一気にいけるかなっていうところなので、まあ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 、これでどうなるか。半巨人がマジでその地上戦が弱かったら、まあなんとかなるんじゃないっていう、あの火の戦士が境界占領したところね。バードマンにもやられはしないと思うんだけどね。レベル差はあるけど、耐えれば。僧侶、まあ魔法使いも向こう少ないし、今のところ2体なので下がってきたぞと。そこは射程範囲内だから気をつけないとやばいですね。普通に大砲撃たれる。ああそうか、僧侶はそれでつないでこれる。まあ逆にね、逆に行き橋が、まずい。ああ。くあ、まあ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 。ああ。さあ。まあ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 いい、まあいい。やられたな。やられたな、これは仕方ない。さあ。はい、はい。まあまあ、しゃあない、しゃあない。いいよ、レベル2だから。ちょっと分かってた。ただ、占領できないからな。半魚人はどうだろう。リーチが少し若干あのなんか少し曲がった剣じゃない、なんつうタワールみたいな人を切りやすいやつ、こう描いた剣少し長いのかな。まあ拙いアクションの私ですけど、若干なんかね、リーチがほんの少し長い気がした。少しね、ほんの少しだけども、風の戦士で占領しちゃいましょう。占領というか、ちょっと待って、あなた全然手伝わないじゃないの、話違うんじゃないのと。これ砲台でやるとどうなる。プン、あー89ね。ほい、おい、教会、お前あるまじきだぞ。それあるまじき行為だから、マジで。あーでもそうか、これ危ない危ない。 1,2,3,4,5 でこの教会行ったらやばいね。いやー、アルマジーキだよ。やっばいやっばい。あー、そうか。1,2,3,4。わー、ここもまずいね。ちょっと魔法使い下げるか。半魚人普通に移動できるね。でもこれレベル1だから。ただでも占領してよかったですね、これ。多分占領できないと思うんですよ。なので回復できないですよ、バードマンも。ここはちょっとまずいので下がりましょう。でここ占領、僧侶がいますか。僧侶がいれば、まあ上からっていうのも手だけど、それはきついな。とりあえずオージーでぶっぱなしまくればいいのかな。よし、オージー行くぞ行くぞ。
行くぞと。よし、やべ、船がいなくなった、いなくなっちまったよ。一応水の戦士を乗せて、それでちょっとまあこんな感じで、ここはまだ射程じゃないよね。よし、いいじゃない。1,2,3,4、あそこがもうダメってことね。ただこっち2体置いとけばいいんじゃねみたいな。こうして、で僧侶もう全員、そうか、全員下ろせないのがちょっとあれか。僧侶置いて、スッとで僧侶下ろします。でここをパリパリパリンってやってしまえば火の戦士がすぐ行けると。素晴らしいね、レベル6。まあ、オッケーオッケー、いいんじゃないでしょうか。ちょっと生身の人間が砲台食らったらどのくらいやばいのか見極める必要ありだよな、これ。まあこれはちょっとマジですげえダメージ食らったら終わるからな。普通にレベル高い高い戦士やられるの嫌なので、それこそ一撃で落とされるとか。ゴーレム行かせりゃいいのか。ちょ、ゴーレムお前前行くか。その時のためのゴーレムだと。オッケーオッケー。半魚人でもいいけど、それかわいそうすぎる。それかわいそうだろ。まあもう魔法使い出すか、これ。バードマンもまだちょっとすぐには動けんので、 1,2,3,4,5、 そうだよな。半魚人多分ここ来るよな。逆に下がって、半魚人をちょっとここに、お前レベル1だからここに来いと。こことか。そしたらぶちのめしてやるよスタンスで行こう。どうせやつは、あーでも HP 減っているから来ないかな。ただそこまで減ってないのよね、私がへこかったから。ただね、このリトルマジックやる上で HP がやっぱりちょっと減っていると攻めにくいのよ。やられちゃうっていうね、強いキャラがやられちゃうのがね、ちょっと微妙なので。すげえ下がるな、すげえ下がるな。圧倒されちゃってるじゃん。圧倒してますよ我が軍が。オッケー、これはいけそうですか？どうですか？上に僧侶がね、敵いないので、下からバッキバキに行けるっていう。で、しかも船下がったので、上から魔法打ち放題っていう、あ、下がりましたな。これは、籠城体制？それはそれ、そんなんだったら、そんなんだったら、行っちゃいますよと。
案外前回マップより、あ、まあでも簡単ではないよねこれ。上から攻めると回復ポイントが遠いんですよ、敵の本拠地、まあ城ですね、あそこからすると。でまあ一旦撃ちましょうか、これこうよ、これで撃ち放題なんですよ、これ。ここが大丈夫だよな、変なやついないっしょ。王子、これ王子やられたらシャレになんないですからね、これ。ポンと、いや魔法使いがおるのか、まあ、ここ下も凍らせてもいいな。水の戦士、火の戦士が、まあ、こいつレベル上げたいし、まあ、いっか。とりあえず。ああ、違う。攻撃、あ、当たるか。ちょっと待って。魔法使いを、一旦下ろしたいのよ。下ろして、あ、でも、砲台が、ちゃんと6発、そうっすよね。言ってた、H が砲台なので、あんまり、すぐ無駄遣いはしたくない。絶対倒せるポイントでやりたいよね。OKOK。そしたれば、まあまあ、相手が下がったので、まあちょっといけると。まあ油断しないぐらいで。こんな具合でしょうか。ああ、そうか。まあいい。ぬん。いやー、攻めてるよこれ。いいよ。いい感じで攻めてますせと。よし、いいよ。ちょ、ここ乗れるようにしとこうかーと。砲台は確かに魅力ではあるんだけどね。半魚人はグイッと、あ、ちょっとここはやばい。敵が来る可能性あるから。砲台が、まあやっぱ最後怖いかなと。まあまだ接触もうちょっとだな、もうちょっとで激烈オンパレードになるっていう。これ船ってどうなんだろう、船って破壊されたりすんのかな、船なんか直接戦闘になったり。そこら辺がちょっとよくわからないですね。まあ、40ターンか。船を警戒しながらだと意外と時間かかるか。ゴーレムとかもういらねえっていう、後ろにいたけど、なんか動かすときにちょっとやる気がなかった感。そうか、やつらまだ回復してねえか。
すげえ下がるじゃん。どうした？何をそんなにビビっている？まあ確かにビビるというか、あ、やべえ。あ、そう、あ、そう、うわ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 、これこれなかなかだぞ、これ。そうか、そういうことかいな。これレベル2ですよね、この戦士。まずあぶ。あ、やべえ、そうだ、魔法すっかり忘れてたわ。うわ、すげえ王子。大丈夫大丈夫。やばいやばいやばい、慌てなければ大丈夫。すげえ食らう。やっぱまともに食らったらやばいぞ。王子、王子、王子、危ない、危ねえ危ねえと。お、よく来たな、よく来るな。高さで勝てると思うなよ。あ、ちょっと変えてきやがったな。うぃー、うぃ、ういけ、うぃー、勝てると思うかね。風の戦士で高さに挑もうなに、やっぱこいつ、なんかね、斜め下に下ろしてくるんですよね、この剣を。よし、あいつはもう餌食、餌食じゃと。うわ、ほう、あ、なるほど、船の上で、これ船落ちた、落ちるとかあんのかな。まあいい、これバードマン、レベル低いバードマンですよね。ジャンプでは負けんぞと。シュン、逃げるも逃げる。いいよいいよいいよ、バードマン翻弄してるよ。よーしよーし、おい、来た来た来た。まあまあまあ、よしよし、こっちレベル7っすからね、言って。いや、ちょっと本気、本気っていうか、攻撃した後ジャンプしちゃダメね。 OK、 よし、 OK、 よしよしよし、あそこに魔法陣あるんか、なるほど、いいじゃない。王子がやばかったね。王子張り切りって、張り切っていったものの、まあでも逆に言えば、やつの魔法ポイント使わせたからね。あいつ一旦帰らないともうでダメだと。あとは水の戦士が、今左上の話ね。水の戦士が一人と、風の戦士、危ねえ危ねえと。これ風ですよ。風の戦士が1、2、で、火の戦士がもう使えなくて、水の戦士がもう使えないと。だ、3体しかいないんですよね、飛び道具使えるの。王子、ちょっと一旦、王子、一旦王子、それまずいですよ、王子、王子、それはまずいっすわと。これ凍らしてあげて、でこっからバッキバキに打てばいいんじゃないっていう。どうしよう、こ
こいつから潰すか。こいつ移動できなくない？こいつ。よし、レベルアップ。打ち放題ですよ。76。あー、でもこれはダメだな。水やっちゃったら来ちゃうもんね。なのでここはあえて動かさず、回復でいいのか。回復してあげて経験値稼ぐと。砲台もね、ちょっともったいないので、砲台を打たないんだったら降りて、あ、ちょ待って、降りて回復してもらった方がいいわな。まあまあとりあえずここでいいのかな。まあ何にせよ半行人ですよと。あれ、ここ誰がいなかったっけ。死んだ、いねえか、元からいねえか。バードマンがちょっとやばいと。なるほど。まあ後ろから、後ろからかな。正直魔法使い前に行きたいんだよね。まあ仕方ないか。まあとりあえず仕方ないと。炎ばっか撃ってるんですよね。オッケー。お、効かない、あまり効かない。雷か、やっぱり。そうするとそういうことなんかや。ちょっと実験。スーッと。あー、まあ雷の方がいいのか。21でしょ、ダメージ。そんな感じだな。バードマン、半魚人、この半魚人は倒せそうだな。火の戦士レベル5。バードマンの餌食にするか。そうだな、そうしよう。倒せたら OK。 ガッと。よし、よっ、いい、よっしゃ、ナイス。で、この水の戦士が来ても逃げると。で、バードマンと半魚人を倒しとかないと、こっちが危ないっていうことっすね。火の戦士で行きますか。風の戦士やっても絶対、あー、結構ダメージ下ってんのね。一旦行くか。地上戦がこいつ苦手だから。よし吹っ飛んでんのか飛んでんのかよくわかんねえけど、ほら地上にね、こいつやっちゃうと、ほらもう、あ、 いけちゃうね、倒せちゃうわ。よし、まあまあこれはこれで。よし、水の戦士が来てもまあ大丈夫。あ、間違えた。魔法打とうとしたら間違えちったよ、間違えちったよ。あ、だからちょっと、あれ、ちょ待って、え、魔法、え、え、いや、だから魔法打とうとして、え、打てないんだけど、え、なんで、え、なんでこの現象が続いてるんだが。いや、魔法って出るじゃん、いつも。あれ、なんでだ。うわー、ちょっと2体何もしない状態って最悪じゃないですか。仕方ない。バードマン、あ、こいつレベル低いや。最悪ですねこれ。仕方ない、半魚人でなんとか頑張るか。
減らせるとこまで減らせと。うわすげえ、うわ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 、めっちゃジャンプする。これ水中、あ水中だからか、これ水中だからその魔法使えねえんだ。なるほど、よし最後一発当てたぜと。やべえレベル上がっちまう、レベル上がっちまう。まあいい、 HP 下げさせるぜ。よしよし、そういうこと。あー微妙、よし、いいよいいよいいよ、いけるいけるいける、来た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 、いけるいける、あと一発。いや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 、いやーくっそー、最後の一撃が入らん。惜しいね、ここ水か。そうなるほどね、ユニットがいると緑になっちゃうけどってことね、そういうことね。これバードマンでいけんじゃねえのと。うい、あそうか、そもそもそういうことか、そうか、そういうことだ、そういうことだわ。あ半魚人、バードマンここ止まれないよな。半魚人強、水に入ったら強いわ。いやこれはこいつ許さん、許さん、よし許さんぞと。絶対勝てるから。あえなんで、なんで攻撃できないのこれ。バードマン空だからってことか。うお出たこれ。まあでもやつは逃げれまいと、やつはもう逃げれまい、逃げれない。よしやつの運命を握っただけで、それだけでもう十分じゃ。オッケー、まあ上はまあほぼほぼオッケーだと。さあ、オッケーよと。どうすんのよと。結構困ると思うんですよね。この船で上制圧ができちゃってるので、で僧侶も下しか行ってないから。上打ち放題。あと半魚人の攻撃ポイント、これ気をつければいいかなっていう。また前に行きやがった。さあこいつまあこいつは動かないと。船回復した、もしかしてあれ港ってことかな。ちょっと見てみましょうね船。二人して仲良く失敗すんなや。あーよかった、ちゃんとこいつ回復しに帰るんだ。 MP 王子逃げといてよかったですね。あの空いたところに風の戦士とかが魔法を打ってきてたらって思うとちょっとゾッとしますね。まあ埋めてくるけど、埋めてくるけど全部魔法使いの餌食なのよと。徐々に徐々に攻めてきてます、勝ってます、勝ってます。この不利な状況を打破するかのように。よーし王子、ちょっと船だけ
見ましょうか。あー回復してますね。えって回復してますねってこいつはダメージ受け、ん？受けてましたよね。ここに止まって、ここに止まってきたんですよ。120のやつが回復してると。オッケーです。じゃあまず、このね、涙真似した半魚人を倒して、どんどん進めていきたいと思います。次の動画に移動お願いします。